ソイレントソイレントはローザラブス LLC が販売している生存に必要な栄養素がすべて含まれ従来の食事が不要となるとされる飲み物。後にスナックバーも作られている。なお FDA はダイエットサプリメントに分類している。味はほんのり甘くこの粉末を水などに溶かして飲む。2017年10月にはカナダ食品検査庁によって ソイレントのカナダ本国への出荷禁止措置が取られている。ソイレントとは、大豆とレンズ豆から連想された造語であるとされている。詳しくは、ソイレントグリーンを参照。アメリカ人のロブラインハートによって、2013年に開発された。開発の動機は、開発途上国に Wi-Fi 網を構築する、ビジネス立ち上げの資金難で苦労した際に、食事を不要にして、 食費を削減しようと思ったことだという。ロブラインハートは将来デザインされた微生物が光や水や空気から直接合成するようになると述べている。商品化のための出資を集めた際、締め切り1ヶ月前に目標額の10万ドルを上回る15万6882ドルを集めた。ソイレント社は供給を大幅に上回る注文を受けている。 同社は2000万ドルを調達し、一食につき約3ドルかかるコストを減らし、生産を50倍に増やすとしている。2016年10月、ソイレントのスナックバーを食べて具合が悪くなった人が急増し、緊急救命室に行った人もいたため、製造元はスナックバーの販売と出荷のすべてを停止すると発表した。また、その2週間後に、 多数のユーザーが体調を崩したという報告を受けて、パウダー式のソイレントの販売を停止した。ありがとうございます。